今回は8種類制限の中の手付金等の保全についてです。まず手付金等の保全措置、そして手付金等の保全措置の方法について勉強していきます。手付金等の保全措置という規定ですが、不動産の売買においては買い主から売り主に対してまず手付金を支払って、その後中間金を支払い、最後に物件の引き渡しと同時に残代金を支払う、こういう手順で契約が実行されることが多いです。売買契約を結んでから引き渡しまでですね、何ヶ月か時間が空くような場合、こういった形で手付金、中間金、これらを代金の一部に充当して最後に残代金を支払う、このようなケースが時々見られます。この場合、売り主である業者が残代金の支払いと同時に登記を移転すると約束したのに、この間にですね、業者がもし倒産してしまったり、またはどこかにですね、夜逃げしてしまったような場合、買い主の方非常に困ることになります。買い主にはまだ登記が移転されてませんし、取引した不動産の所有権を主張することもできません。この場合ですね、取引した不動産の手付金、中間金を返してもらえない、こういう非常にですね、困った、ケースが発生する場合があります。そこで、せめて交付した手付金や中間金だけでも確実に返してもらおう、これが手付金等の保全措置の制度になります。手付金等の保全措置について、1、宅建業者は自ら売り主となる売買契約においては手付金等の保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領してはならない。2、ただし次の場合は、保全措置を取る必要はない。1、売買された物件について買い主へ移転登記されるか、または買い主が所有権の登記をしたとき。2、受領しようとする手付金等の額、すでに受領した手付金等があるときはその額を加えた額ですが、 A、 未完成物件の場合は代金額の 5% 以下で、かつ1000万円以下のとき。 B、完成物件の場合は代金額の 10% 以下で、かつ1000万円以下の時。一つ目の規定は、手付金等の保全措置を講じた後でなければ、手付金の受領自体をしてはならない、こういう規定になります。二つ目はですね、保全措置を取る必要がない場合について、説明しています。1のですね、買い主へ売り主から所有権移転登記がされた、または買い主が新築などで所有権の保存登記をした、この場合は買い主の方はもう登記を備えてますので、誰に対してもこの不動産の所有権を主張することができまして、手付金の措置がされなくても不利益がありません。2つ目のですね、受領しようとする手付金額の規定が、いくらいか、この規定の場合はですね、手付金の額が、売買代金に比べて、それほど高くない場合、少額の手付金についてもすべて保全措置をしなければならないとすると、宅建業者の負担も非常に重くなりますので、こういった規定を定めております。未完成物件と完成物件で分かれていて、未完成物件の場合の方がですね、保全措置をしなければならない、そういう規定が重くなっています。これはやはり未完成物件の方が手付金を返してもらえない、こういう危険性が高いからになります。未完成物件の場合は代金額全体の 5% 以下で、かつ1000万円以下の時、この場合は保全措置を行う必要がありませんですね。そして完成物件の場合はもう少し広くなりまして、代金額の 10% 以下で、かつ1000万円以下の時に保全措置をする必要がないという規定になっております。具体的に言うと、
をですね、売買代金が1000万円の場合、未完成物件であれば、代金額の 5% 以下、50万円以下で、かつ1000万円以下の場合はですね、保全措置を行う必要がない。ですが完成物件の場合は、引き渡しまで、もう少しですね、期間が短く、所有権取得する可能性が高いので、代金額の 10% 以下、1000万円のうちの100万円以下で、かつ1000万円以下の手付金であれば、保全措置を講じる必要がないということになります。そうしましたら、今回の問題について、宅建業者が自ら売り主となる完成物件の売買契約において、売買代金の 10% 相当額で、かつ1000万円以下を受領しようとする場合、手付金等の保全措置を講じなければならない。答えは×ということになります。完成物件ですので、代金の 10% 以下、そして1000万円以下の場合は保全措置を講じる必要がありませんので、ご注意ください。続きまして、手付金等の保全措置の方法についてです。こちらも未完成物件と完成物件で分かれております。未完成物件の場合は、 A 銀行等による連帯保証、B 保険事業者、保険会社による保証保険、以上の2つ。2、完成物件の場合は、上記 A、B に加えて C、指定保管機関による保管の3つ。2、保全措置は手付金として交付された金銭の全額について行わなければならない。3、買い主は売り主が保全措置が必要な場合であるのに保全しない場合は、手付金等の支払いを拒絶することができる。保全措置の方法ですが、未完成物件の場合は、2つあります。銀行等による連帯保証、業者は手付金を預かりますと、将来ですね、例えば所有権を移すことができないような場合、手付金を返還しなければなりません。その手付金を返還する債務について、銀行等の金融機関が、保証人、連帯保証人として、一緒にですね、その弁済の債務を負う。そしてもう一つ、保険会社が、保証保険というものを用意してですね、そのお金を返すということについて、保険をかける。続きまして、完成物件の場合は、以上の銀行の連帯保証、そして保険会社を使う、これに加えて、3つ目、指定保管機関による保管というものが加わります。指定保管機関による保管というのは、業者が手付金を受領しましたら、その手付金をですね、指定保管機関に引き渡して、預かってもらってですね、でその預かってもらう、手付金等帰宅契約といいますが、この帰宅金を、帰宅金の返還を目的とする債権について、質権を設定するんですが、これらのですね、証明する書類を買い主の方にお渡しするですね。ご注意いただきたいのは、この指定保管機関が使えるものはですね、完成物件の場合のみですので、その点をご注意ください。はい、そしてこういった保全措置は、手付金として交付された金銭の一部ではダメです。全額について措置を講じなければなりません。そして買い主の方は、こういった措置が講じられない場合、手付金の支払いを拒絶することができます。